はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット、スターホースポケットを始めていきましょう。メダルもゲットです。アイコンっていうのがありますね。なんだろう。コマバー多いです。至らないところもあると思いますが、お手伝いさせていただきます。農園で収穫できます。さてですね、前走カタノレールウェイ、そうですね、天皇賞秋を勝利しました。天皇賞秋は初勝利ですね。これ22戦11勝6830枚ということで、今11月を4週ですか。香港とか出したいんですけどね。香港カップ、大根、適正の馬体重ですね。ただ状態があんまり良くない。やりました、ありがとうございます。神社行きましょう。おみくじ引きます。あー、残念。クエストを達成しました。お、なんだろうこれ。サザンウィンド確定ガチャチケット5。サザンウィンドってなんだ。イベント開催中です。ガチャのとこ行ってみよう。イベント開催中です。イベント開催中です。特別な会話が出演しています。なるほど。いい感じですね。何かご用でしょうか。さあ、香港カップです。イベント開催中です。気合い十分ですね。何かご用でしょうか。お、どうも出れる状態みたいですね。人参か。香港カップ行ってみましょう。ジョッキーは前走って誰だったかな。藤田真嗣か。海老名さんで行ってみましょう。
か。はい、馬体重問題なしということで。さあ勝ちたいですね、本校カップ。一番人気です。 1.4 倍、一番人気ダントツですね。投票受付を開始。ジョングリグリです。印もアグネスデジタルトゥブーグ、なんだろう。この辺が人気を分け合ってますね。チョコアイスっていうのが結構人気になってんだ。じゃあ10枚だけ買っとくか。あとはジム&トリックも気になりますね。この辺りですね。でスタート。さあ7枠10番ですね。スタートは結構鍵になると思います。ちょっと有馬だと微妙な距離なんですよね。だからこちらに出したいということになります。さあ香港シャティン最大のお祭りも残すは。さあスタートをうまく決めてほしい。出遅れたら厳しいね。香港カップ12頭。相変わらず出遅れてしまった。一番人気の赤のレイルウェイ、ダッシュがつきません。ちょっと波乱含みのスタートであります。先行グループからまず見てまいりましょう。4番シルバノが先手を取りました。9番トブーグ外から行こうというところ。それからもう1頭バッハ、そのうち2番ハウスマスター。スタートに悩まされてますね。デルワッテルがその後ろ、1番フォークアイ、それからもう1頭ジム&トニック。さあかなりの縦長になってます。チョコアイスであります。その外からは11番モメンタム、この辺りちょっと離れているピーチパワー、そしてしんがりからハタノレイルウェイという展開です。さあもう一度前の方に戻ってまいりますと、先頭を行くのはシルバのカンバシン。さあもうすぐ線ですね、中間の。そしてその後ろからバッハ、どうなのかな。ミドルペースで行ったあたりかな。それからアグネスデジタル、そして6番アグネスデジタルは濃いつけてますね。それから5番ジム&トニック、内を通りまして1番どこがこの位置で、直線もそんな長くないし、外を通りましてモメンタム。さあこの間は大舞台で力を見せつける。ゆっくりと上がっていってるが残り400切った。さあ詰めてるが、まだ伸びきれない。あっと一気に来た。ただ一頭抜け出しすぎている。届かない。トゥブーグの勝利です。さすがに最高峰だと厳しすぎます。レースを終えた馬が戻ってきました。元気いっぱいです。いい感じですね。何かご用でしょうか。とにかく粘りも瞬発力も素晴らしいから、あとはスタートですね。とにかくイベント開催中です。ゲートとか練習やった方がいいんだろうか。かなり呪われてますね。
中です。イベント開催中です。このようになってますね、このメンツは。下馬だけでも結構楽しめちゃいますよね。はい、ということで株券もたくさんありますので、よろしければ種付けしてみてください。はい、以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。